日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、こちらナビスコのチップスター5種類を食べたいと思うんですけど、視聴者のあなたは今何かに気づきませんか？そう、パッケージにマリオが書かれてるんです。自分も実況しているスーパーマリオブラザーズワンダーとのコラボ企画なんです。いつもの薄塩やコンソメパンチだけでなく、海苔塩やバター醤油、そしてなんかよくわかんないワンダー味というのがあります。ワンダー、不思議なんですけど、不思議な味のポテトチップスってどうなんでしょうね。うん、あれ薄塩前に食べたことある。まあいっか、とにかくまずはシンプルな薄塩から食べていきたいと思います。さーて、どうなんだ味かな。それでは、おなじみの薄いポテトくん。いつ見ても美味しそうですね。それでは、いただきます。ワンダー味って本当何なんだろう。うわぁ、気になってきたなぁ。変なのに食べられないってことは、ないよね。うん、まあ楽しみにしながら食べていきましょう。バリ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 と、こういう風にやっていくのがいいよね。と、海苔塩とかもなんかありそうで、なかなかコンビニとかだと見つからないんですよね。スーパーだったら見つかるんですけど、そのあたりが厳しいもんですわ。さてさて、もっといっぱい食べていきたいですね。パリッとね。パリッと。お、ワンダー味の正体、これは、うん、わかったぞ。だけど、そこまで意外でもないかな。何味かはこの後すっ。え、ごちそうさまでしたけど、今、食べてる途中で気づいたのですが、見てください。中の袋もマリオワンダー仕様になって、おなじみのアイテムだけではなくて、ちょっと見えづらいんですけど、マリオワンダーに出てくるワンダーフラワーとかワンダーシードの柄も入ってます。え、ワンダーシードとかワンダーフラワーって何ですか？という場合は、自分もマリオワンダーを実況動画をゲーム実況チャンネルで上げてますので、そちらを参考にしていただければ嬉しい。そちらもぜひ見てください。概要欄にリンク貼っておきます。で、それぞれのチップスターの味なんですけども、薄塩とコンソメパンチはわざわざ説明するまでもないくらいシンプルな味わいでした。もうあっさりさっぱりで、時々味がポンポンとやってくるような、そういった味になっていて美味しいです。で、次に食べた海苔塩は、薄塩よりも少しパリパリとした風味との香りが強くて、薄塩ってちょっと物足りないなぁと思う人におすすめですね。で、見てくださいよ。なんか自分買ったやつだけだと思うんですけど、これだけだとパッケージがみんな集合みたいになってる。あとは全部マリオとワンダーフラワースターなんですよね。もうちょっとパッケージも選んで買えばよかったかなぁ。で、ね、じゃあバター醤油味は、バターの香りはするんですよ。お醤油はあれどこっていう感じで、少し行方不明になっていたのかな。バター醤油ではなく純粋なバターを楽しむ味という感じで、謎だったこちらのワンダー味。実際に食べてみると、結構ピリピリ辛さが残るカレー味でしたね。なのでそこまで気を照らってるわけではないかなと思いました。ただ、あ、タイトルは紫なのにカレー味って、なんで気づかなかったんだろう。確かに紫で、なんだろう、紫カレーでなんか、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムでそういうカレーありますけど、なんだろうな、ただ、結構刺激で小さなお子様が食べられるようなカレーではないので、好みが分かれるかなと思います。うわ、結構今も舌にピリピリ残ってるんですよね。で、今回食べた中だと、
お待ちよ。こちらのみんな大集合しているのり塩が食感と塩気のバランスが取れていて一番美味しいと思ったので代表として4点とさせていただきます。はい、桜舞う数字の季節や入学で、まあ入学と卒業は桜シーズンですからね。というわけで今日はチップスターパッケージマリオワンダーコラボ5品を食べてみました。マリオワンダーの、まあこの動画を撮ってる時点でもう撮影自体は全部終わってる、まあ、要するに隠しステージも含めてクリアしているんですが、ちょっとこの後も動画まだまだ出していきますので、ぜひそちらの方も楽しみに待っていただけたらなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回の演目でお会いしましょう。では演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。